皆様、本日はものづくり匠の技の祭典2022にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ただいまより東京貴金属技能士会によります切り抜き石止め彫金、さて何ができるでしょうかを実施いたします。本ステージでは王綬褒章受章者である坂本継雄氏を中心とした技能士たちが美しい光の芸術を作り上げる貴金属製作の実演を披露。代表的かつ複合的な金工技法を用いて出来上がるものとは、極限まで研ぎ澄まされた繊細なジュエリーの匠の技をぜひご覧ください。実演いただくのは東京貴金属技能士会会長王綬褒章受章者である坂本継雄さん、現代の名工である三塚春治さんと坂本勝彦さん、全技連マイスターである島勲さんと高橋和弘さん、佐藤健二さん、ものづくりマイスターである西澤久美さんと略史寺里子さんです。そして東京貴金属技能士会の皆様からプレゼントがございます。こちら開運ストラップを抽選で5名様にプレゼントいたします。ステージ後半にプレゼント応募のキーワードを発表いたしますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは早速東京貴金属技能士会の皆様にご登場いただきましょう。ジュエリーの匠の皆様にご登場いただきました。どうぞよろしくお願いいたします。まずは坂本継雄会長、一言ご挨拶をお願いいたします。皆さんこんにちは。私どもは、貴金属技能士会といいまして、ジュエリーを作っている仲間たちです。ジュエリーっていうのは、ちょっとあの歴史があるんですね。イランで生まれました。イランの ウルとい う覚えやすい、日本人には覚えやすいウルっていうあの古い史跡があるんですけれども、そこから大量なあのジュエリーが見つかって、それを学者が調べたところ、約7000年前にもうできてたということなんです。その7000年前にできたいろんなジュエリー作りの技術が、北ヨーロッパ、それからエジプト、東の方は中国、を伝わってシルクロードで日本にも、来ました。日本にも、5世紀頃の遺物はたくさん残っております。私は60年ぐらい前にこの仕事に就いたんですけれども、その時、みんなが言ってることは、このジュエリー作りっていうのは日本は、ヨーロッパなんかに比べたら約200年遅れているということを言われました。それから、日本人は工芸大国と言われるようにいろんな技術があるものですから、そういうものと一緒に連携をして技術の向上を図り、今日では世界で5本の指に入るようなジュエリー生産大国になっております。で、私の知っておりますバイヤーなんかは、外国から来たバイヤーは、日本のものは本当に安心して買えるというんですね。本当に丁寧に作ってありますので安心して買えると、そういうことでどんどん作ってくださいって言うんですけど、今こういう状態でなかなかね軌道には乗らないんですけれども、それから、ジュエリー作りの技術というのはいろいろあるんですけれども、今日はその代表的な技術を皆さんに見ていただきたいと思います。説明をですね、金子さん、全技連マイスターの金子さんにお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。ご紹介いただきましたが、はい、進行はものづくりマイスターの金子直香さんに
お任せしたいと思います。それでは皆様どうぞご着席いただきましてご準備をお願いいたします。さあここから皆様ジュエリーの匠の技じっくりとご覧ください。はい、こんにちは。今日は皆様に3つの作品の作り方を紹介させていただきたいと思います。まず金属を切るという工程を西澤さんの方から工具の説明と使い方をお知らせしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、切り抜き作業をするんですけれども、この、机にセットした、作業台にしっかりとセットした固定した板をすり板と言います。でこのすり板をうまく使うことで切り抜きをはじめジュエリー製作加工のさまざまな作業ができます。そしてこの手に持っている糸のこぎりはこの部分をフレームと言いまして、ここに糸のように細い刃をこうセットすることでのこぎりとして使うことができます。金属もしっかり切れます。でこの刃には実は細かく向きがありまして、でこれをこのように上下変えることで押した時に切るような押し切りと引いた時に切れるような引き切りといったように使い分けることができます。でこの糸のように細いのこばなんですけど、細いながらもバリエーションというかいろんな太さがありまして、それについてそちらにサンプルもありますので高橋さんの方からまたご説明お願いします。はい、じゃあ高橋さんの方からのこばの厚さやドリル、その他この切り抜き作業について少しお話ししていただきたいと思います。実際に切り抜き作業に入るまでのちょっと工程ですね。まずこれは銀の板なんですけれども、ここにデザインされたこういった例えばこういった花ですね、こういったものを接着剤ボンドで貼り付けます。で貼り付けましたら今度はドリルで穴を開けるんですけれども、穴を開ける前にそのままですとブレてしまうんですね。ですからブレないようにちょっとくぼみをつけてあげます。でこのポンチでこれで金槌で叩いてあげてくぼみをつけたり、あるいはこういったすごい細かい細い丸いカッターなんですけども、これも種類があります。これ一番、小さいのが 0.5 ミリから揃っていますね。これもいろいろ種類があります。そしてくぼみを作ったところでこの、ドリルで穴を開けます。で穴を開けたところにですね、このように通してネジをぎゅっと締めて、そしてこのように切り抜いて作業していきます。でこちらにありますけれども、うんと細かい模様なんかがあります。ちょっとお借りします、ね、はい、はい、これですね、はい、こちらのうんと細かいものなんかはこののこばなんですけれども、ここにありますこれ一番細いやつがですね、厚みが 0.16 ミリですね。でこちらにある一番太いもの、これが 0.44 ミリ、これ以外にもたくさんあります、種類が。で私たち一番よく使うのがこの 0.24 ミリ、これが 0.24 ミリなんですね。このように模様によってその太さを使い分けています。はい、ありがとうございました。では次に石を留めるという作業がありますので、その作業について少しお話をいただきたいと思います。今8月の誕生石のサードオニックスを留めていただいているのが島さんなんですが、ちょっとお話を聞かせていただきます。島さんが留めているのは何という留め方になるでしょうか。これはですね、覆輪留めといいまして、石を全体に留める留め方です。覆輪留めと伏せ込みとも言いますし、覆輪留めとも言います。で今ここにセットされているのはピッチボールといいまして、石を固定する道具なんですね。で、こちらは
鳴らした金と言いまして、の周りをこう叩いて当てて叩いていく道具です。でこちらはあのハンマーなんですけども、あの4部5部6部そのヘッドの大きさが違うんで、石の高度それから爪の太さそういうもので使い分けますね。はい、はい、ありがとうございました。石の留め方にももう一種類ありまして、爪留めという留め方があります。三塚さんに爪留めの説明と工具の説明をしていただきたいと思います。はいはい、ですね、早い早い、今島先生はあの覆輪のことを言いましたが、私は爪のことをちょっと説明したいと思います。大丈夫。爪はあの中石を留めるためにあの作る大きな爪と、それから脇石を留めるための小さな爪があります。これの場合は、単独で留めるあの爪ですので、まあほどほどの大きさの爪です。留めるための、工具ですが、何種類もありまして、細いものを留めるときにはこういう細いものを使います。大きいものを留めるときにはこのように太いものを使います。当然ですが、いろんな形のものを、留めるために、自分の手元で使いやすいように加工して、留めるっていうことをやってます。で石巻がきれいにできれば爪もきれいに立つし、その指輪自体が、きれいな指輪になるっていうことを最初に教わりました。だから、石巻を作って爪をつけるっていうことはとても指輪の基本的なことですので、それをうまくできるようになれればいいと思うんですが、なかなかこれは爪の立つ本数だとか太さだとかありますので、なかなか難しい。でもやっていけると思います、こういうふうに。はい、ありがとうございました。ではここで彫金ということに関して坂本会長の方から少しお話をいただきたいと思います。日本の場合ですね、これでまず彫りと言いまして、親方や先輩が、見本を作ってもらって、その通りにタガネで彫っていきます。一番最初にやるのが毛彫りと言いまして、刃の部分が三角になっているものですね。これで今まで誰も真似ができないっていうのは奈良の仏像の蓮弁といいまして、蓮の花の、葉っぱ、あれは畳1畳ぐらい一つあるんですけれども、それにもう本当に素晴らしい毛彫りが彫ってあるんです。何かの機会にご覧になってください。それから旗金というものがどんどん進化していって、江戸時代になった時に横谷宗民という、刀装刀関係 の、 人ですが、その人が肩切り彫りというものを発明して、それがまたもう自由に使う人が絵を描くようにうまく使えるもんで、肩切り彫りの映りますかね、タガネはこんなごく簡単な形で、これらが全部肩切り彫りで彫ったもの。これはいつも何歳になってもたまに出していって練習して彫ってます。なかなかうまく私はならないんですが、なんとか全部止め終わった。これからもやっていこうと思います。ありがとうございます。はい、佐藤さんに今タガネのお話をいただいたんですが、実際にどういったタガネをどのように使っていくかっていうのを少しお話ししながら
やっていただけますでしょうか。はい、今言われた毛彫りタガネは結構ジュエリーにおいては石止めをするとき彫り止めってやつですね。綺麗に細かい1ミリ2ミリのダイヤとかがジュエリーには並んで止まってると思うんですけど、その時によく使います。特にこの調光タガネというので最近は使ってますね。で片切りタガネなんですが、こちらの、まあ、筆のように表現する彫りとかにはとても良いんですけど、なかなかあの細かいジュエリーでは使う場面は限られます。でもやはりちょっと広めの面を切るときとかは毛彫りで何本も入れるよりかは片切りでビシッと面を決めた方が綺麗に彫れると思います。ありがとうございます。ではこのような作品をどういうふうにして今回作品として生かしていかれるかっていうのを薬師寺さんの方からお話ししていただきたいと思います。はい、先ほど三塚さんの方で爪止めというお話があったかと思うんですけども、そのように今回宝石を爪止めで止めてあるものと銀の板、彫金された板を組み合わせて灯籠を作っています。美しい光をジュエリーの技術でどのように美しく見せるかが今回のテーマでした。私が担当しているのはこの先ほどの爪止めで止められた枠を本体にくっつけていくという作業をしています。皆様の目に完成品がどのように映るのか楽しみにしております。はい、ありがとうございます。今一生懸命やってくださってますが、坂本さん、出来上がった作品の説明をしていただきたいと思います。はい、私が担当しているのは、高橋さん、西田さんが切っていただいた透かしのパーツを、灯籠の壁面に組み込んでます。それとあと、ここにあと、坂本会長と佐藤さんが彫ってくれたあのパーツを入れ込むと、大体形は完成なんですけども、これに関して今回、優しい、美しく優しい光、明かりということがテーマなんで、でその優しい光、明かりを考えたときに我々彫金、我々の金工の技術でどういうふうにしたら優しい光が表現できるかなって考えたときに、透かしという透かし技術っていうのがありまして、で透かしを花の形を透かしをして縁取られた明かりがとてもこう美しく見えるんじゃないかということと、あと縁取りをすることで光の量をコントロールすることによって優しい光になるんじゃないかということで、この透かしを施した銀の小片をたくさん飾って、この行燈がとても綺麗な美しいものになるんじゃないかなと思って、こういう構造にいたしました。ありがとうございます。では、はい、これからこれを組み立ててまいります。はい、よろしくお願いいたします。はい。
これで完成いたしました。我々が持てる技術で完成した明かり、どうでしょう。優しく美しい光に見えてるでしょうか。どうぞご覧ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。完成いたしました。では最後にですね、金子さんにまとめのご挨拶をお願いしたいと思います。はい、今日は皆さんご来場いただきありがとうございました。東京貴金属技能士会、あちらの方にブースが出てます。ものづくり体験してみたいな、ちょっと興味があるかなと思われる方はぜひブースの方に来てみてください。ありがとうございます。はい、ぜひお立ち寄りください。金子さん、ありがとうございます。というわけで、東京貴金属技能士会の皆様でした。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。